皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はと9月4日ということで、私が YouTube を始めてちょうど1年が経ちました。はい、初めて動画を投稿したと初投稿の動画はスクイーズ紹介、手作りスクイーズ紹介で、その時は2015年の9月4日ですね。その時に初めて動画をアップしました。その頃はパフにガラス絵の具を塗っただけのスクイーズだったり、スポンジをヘナチョコな形、もういびつな形で切ってガラス絵の具を塗ったスクイーズとかを紹介とかをしていて、はい今見るとね、すっごい下手だなっていう風に思うんですけれども、でその後小学校の時にスイーツデコの資格を取って、はい、学文さんのねスイーツデコ制作を頑張ってましたね、その後は。でスクイーズ紹介とかしていって、毎日投稿ではないけどちょっとずつ頑張って、毎日ではないけど、まあ、動画をちょこちょこと投稿していったっていう形で今に至ります。それでちょうど1年が経ったということで、ちょっと振り返ったんですけれども、ちょっと話がずれるんですけど話をしたいと思います。それは私の手相の話なんですけれども、ご興味のない方はスルーしていただいて大丈夫なんですけれども、結構いろいろな方に あなたの手相すごいねっていう風に言われて、何がって思ってて、手相とか全然ね何も分かんなくって、私の手のどこがいいのって思ってたんですけれども、と思ってて、でもいろんな人に言われて気になってて、この前デパートを歩いてたら、なんか手相をね見てくださる方がいるみたいで、20分で見てもらったんですよね。そうしたら、あなたは両手にマスカケ線という線があって、1万人に1人の手なんだよって。で一郎とか徳川家康とか織田信長と同じ手相で、黒柳徹子さんとかタモリさんとかもそういうマスカケ線があるみたいなんですね。でね、スマホでも調べたら出てきたんですけれども、そうみたいで、それであなたはこう他の人とは違う人生を歩んでいた方がいいよっていう風に言われて、なんか結構いろいろなねことを気にする人でしょうって、こう嫌なこととかあった時とかすごい考え込んだりとか落ち込んだりとかすると思うけど、人に何かを言われたからといって自分のねやりたかったことを諦めたりとか、そういう悪コメが来たからって YouTube やめないとか、そういう感じで、人に何を言われたからってあなたのやりたいことをね前を向いてやった方がいいよっていう風に言われて、なんか自信がついたっていうか、嬉しかったっていうか、なんていうんですかね、なんかそのお話をして、なんか人にね悪コメされたからとか、人に嫌なこと言われたからというのを理由で、私は自分のやりたいことをやめるっていうのはすっすごい嫌で、私がやりたいことを人に決められるっていうのはっていうふうに思うんですけれども、結構なんか白黒はっきり決めつけたいタイプでしょっていうふうに言われて、こうたまにはグレーになりなさいっていうふうに言われて、なんかこうなんて言うんですかね、やるやらないとかもはっきり決めるし、断る断らないとか何するにも結構白黒はっきりするんじゃないって言われて、結構なんか人とは違う考えを持ったりとかして、人と違う人生を歩んだ方があなたはきっと人生はうまくいくよっていう風に言われたので、これからもYouTube をね早くやめろとかいう風に言われたりとかも
たまにそういうねアンチコメントだったりとかもあるけど、そういうのを別に気にしてたらそんな人生やっていけないし、そういうのを気に しないで自分の道を歩んでいきなさいっていう風にその方にも言われたので、私もそういう風にしようと思ったので、これからも YouTube を続けたいと思います。となので、まあ、自分の体力がなくなったりとか、そういう勉強で大変になったりとかした時っていう理由で YouTube をやめるっていうのならあるかもしれないけど、悪コメがあったからとかそういうのを理由で YouTube をやめるつもりは一切ありません。はい、なので今後とも YouTube を頑張っていきたいと思います。それで、そのマス掛け線の線をちょっとお見せするんですけれども、こんな感じで真ん中の線がまっすぐなんですよね。こんな感じでそれがマス掛け線っていうみたいで、右手とちょっと待ってくださいね、こっちが右手、あ、こっちが右手で、よいしょ、こっちが左手ですね。はい、それで真ん中にマス掛け線があるんですけれども、ちょっと見えにくいと思うんですけれども、両手をね見せるとこんな感じです。はい、こういう手相みたいなのでいろいろ困ってたりとかしたんですけれども、人とは違う人生を歩んでいきます。はい、考え方は人それぞれ違うし、いろいろな考えを持つ方はいると思うんですけれども、私はこういう考えで今後とも YouTube を頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。いろいろな風に思ったりとかする方はね、この動画を見て思うかもしれないんですけれども、それは個人人それぞれの個性だと思っているので、私は私で頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援をよろしくお願いいたします。というわけで今回は1年経ったということで、今後どういうふうに活動するかと今までの振り返りでした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。